カサネ、元気にしてた？ええ、私は無事よ。花火も大丈夫みたいね。ごめん、やっぱり私大丈夫じゃないや。何もなかったふりするの私には無理みたい。今の状況のこと改めて話してもいいかな？重ねと対立するなんて本当は全然納得できてないの。私も残念だとは思ってるわ。でも仕方ないことよ。私重ねと戦うの嫌だよ。せっかく友達同士になれたのに、どうして私たちが戦わなきゃいけないの？あなたがユイトと一緒に行動する限り私は戦うわ。私にはやらなくてはいけないことがあるから。そんな。花火、もし戦うのが嫌なんだったら私と一緒に来る気はない。え、何言ってるの、カサネ。私はどうしても目的を果たさなければいけない。そのためには戦力が、花火の力が必要なの。まさか私にユイトの敵になれって言ってるの？できないよそんなこと。心情的に難しいなら情報をくれるだけでもいいわ。ユイトの居場所とかこれから向かう先を。ちょっと、いくらなんでもバカにしないでよ。私は絶対ユイトを裏切ったりしないから。そう、分かったわ。交渉は決裂ね。でもどうしてそんなに怒っているの？怒るに決まってるでしょ。ユイトは私の幼馴染で大事な仲間なんだよ。ユイトはずっと大変な目にあっても理想を見失わずに頑張ってて、悩みもいっぱいあるはず。きっと今だって重ねたちと戦うことになって辛い思いをしてる。だから私はそばにいて力になってあげなきゃいけないの。なのにユイトを裏切れなんて。花火、さっきからユイトの話ばっかりね。どうしてそんなにこだわるの？それは重ねが。何のために誰と戦うかは他人の気持ちじゃなく自分自身で決めるべきことだと思うわ。そうやって他人に寄りかかった考え方をするのは精神的に未熟だからじゃないかしら。何それ、そんな言い方ないでしょ。もういい、私帰るから。花火、もしかして言い過ぎてしまったのかしら。失敗したわね。でもやっぱりよくわからないわ。花火の考えを聞きたかったのに、ユイトのことばかり話して目つきも熱っぽくて、ユイトのことを話す時のお姉ちゃんとそっくりだったわ。待って、そういえばお姉ちゃんはユイトのこと、もしかして花火も同じなの？だとしたら確かに悪いことをしたかしら。